今の世の中男性と女性どっちが得だと思いますかあのイケメン美人で生まれたら女性の方が得男性のイケメンって一生食えないんですよ女性の美人ってもうそれだけで一生食えるんですよ男性のイケメンってまあある程度までモテて人生幸せなんですけどまあ、20代ぐらいまでは全然幸せだと思うんですけど30代イケメンですって言っても金持ってないとか仕事ができないと 結構結婚きついんですよ。紐みたいな扱いにはなると思うんですけど、紐みたいな扱いになっちゃうと、紐というか奴隷的なポジションで生きていかなきゃいけないんですけど、でも、だんだん年齢を重ねにつれて、イケメンであるということ自体の価値は下がっていくわけじゃないですか。 昔イケメンだった仕事のできない紐っていうポジション多分40代ぐらいになっちゃうんですよ。その後の人生結構きついと思うんですよね。<laughs> イケメンへの嫉妬。<laughs> あの、女の人の場合って一回結婚をまともな人としちゃえば、年取って可愛くなくなったから離婚とかってあんまないんですよ。男女で行くとイケメン美人だったら女性の方が得だと思います。ただ、あの、不細工だったら男性の方が楽ですね。はい。 えー、国民性や県民性ってどこまで信用に足るものだと考えてますかえっ、ー、とひろきさん的にこれは例外ないだろうというものがあれば教えてください。ある種のその文化って傾向があるのでその傾向は割と当たるんですよね。例えばその北海道だと離婚率が高くて女性のお酒を飲む割合とか女性のタバコを吸う割合が高いとかっていうのがあるんですけどもともと北海道って古くからあるある家庭ってないんですよ。地方とかだとなんかその何百年も続いてる休憩みたいな。 家のルールに従ってその長男は家を継ぐみたいになるんですけど北海道って明治維新以降にその屯田兵として来た人たちが家建ててたりするんで家のの伝統みたいいなのがそもそももんですよねロシアとかも割と男女平等なんですけどロシアとかスウェーデンとか雪が深い地域って。 男女平等になりがちなんですよ。要は、雪かきとかしなきゃいけないから、誰でも仕事をしなければいけないと。沖縄とかだと、人が働かなくてもダラダラ暮らせるんですけど、雪国とかになると、そもそも人がそんなに少ないから、どんな奴の労力でも使わないと、とりあえずもう雪かきできないし、その食べ物運んでくるとかも誰かの手を借りなきゃいけないので、もう男でも女でも子供でも全員働けってなるので、女の人でも仕事が見つかりやすいんですよ。男は仕事見つかるけど、女は見つからないみたいな、ああいうそういう差別がないっていうのと、あとまあ 隙のがあるのでとりあえずあのそこそこ若ければススキノ行けばすぐ稼げるっていうのがあるので旦那がムカついたらすぐ離婚するとか何か嫌なことがあったからすぐ酒を飲むとか女性だからタバコを吸うのはいかがなものかとかいうなんかうるせえ旦那だったらさっさと離婚するみたいなのがあって割と女性が自由だったりするんですよねでこれが県民性って言われたりするんですけど地域によってその地域ができた歴史っていうのがあってその歴史によって人のものの考え方っていうのが変わったりするので全員が全員そうっていうわけじゃないんですけどそういう傾向があるよねっていうのは あるんじゃなないいかなと思います同僚にイケメンの子がいるのですが上司がその子ばかりとなっています私が見る限り遅刻欠席や目立ったミスなどもしてませんちなみに私が同じミスをしてもドラならないのですがどうしてでしょうかイケメンや美女は孤立するのですか嫌われてるのかもしれないですねイケメンっていうせいで多分同性ですよねその上司の人がそういうのは全然あると思いますよあの、ね、世の中嫉妬する人はいっぱいいるので えー、ひろゆきさんみたたいいいいな面白くて賢い人とお付き合いしたいですどんな女性になるべきでしょうかなんか賢い人は世の中にいっぱいいるのでで2種類いるんですよね。反発してくるのが面白いと思うタイプの人とうんうんって言って聞いてくれる人が好きなタイプっていうのが2種類いて例えばあのドアンゴの川上さんは反発されるのが好きな賢い人なんですよね。 なんであの割と奥さんと言い争いになったりするんで、なんか新婚旅行で言い争いになったみたいなのをフェイスブックにあげたりしましたけど、逆にそのあの反発しないでうんうんって言ってくれるタイプの人の方が好きって、要はあの社会の中で賢い争いをしているので、こう家の中で頭使うのは嫌だっていうタイプの人もいるんですよ。なので人によるので、どっちのタイプの人が好きなのかによるので、ご自身で決めてみてください。 えー、キャバ嬢をしています、女性の28歳までに2000万くらいあれば少しは有利に人生選びますか、いいえ、運びますか、いいえ、えー、あと結婚も安保漠然とあって、正直、60年間寄り添える異性がいるとは思えません、ただ、年を取ったときの収入や孤独には嫌です、つまり女性にとって婚活は就活なのです、えっと、28歳で相手の男性があと何十年もどういう人になるのかっていうのを当てるのは不可能だと思います。 例えば、現段階で、じゃあ相手の人も28歳で、超絶いいやつで浮気なんか絶対しないよねって思い込んだとしても、40ぐらいになって、なんか転勤とかになって、転勤先で、若い子と仲良くなっちゃったりとか、外国に行くことになりましたとか、人生ってどうなるかわからないんですよ。で、その時に、自分じゃ仕事する能力全くありません。その人の収入に依存するだけですってなると、もう相手が浮気して不倫しまくってるけど、それを我慢し続ける人生、 しか手元に残ってないんですよそれをやめて働くっていうのができないともうその人に言いなりになって、まあ、殴られたとしてもずっと不倫されてしかも殴られて我慢し続けるっていうことしかできないじゃないですか。で子供がいるとしたらじゃあもう子供のために我慢するしかないっていうのでその旦那さんは不倫しまくり自分のこと殴りまくりでも子供の世はずっとするみたいになっちゃうので残念ながら婚活活はは就活ででないんですよ自分の今好きな人はそんなことしないって思い込みたい気持ちは分かりますけど人間どうな なるかかわらんので例えばじゃあその人が突然手足がなくなって3本目の足だけ長いみたいな人になるかもしれないじゃないですか。なのでもし自分のその自由だったり自分の生活を守りたい袖かぜ力も守りたいとかその自分のやりたいことがあるとかであればちゃんと自分の稼げる能力っていうのは最後まで維持した方が選択肢は残るんじゃないかなと思いますけども。 24歳女です。今52歳の方とお付き合いをしています。その方は風俗時代のお客さんで、東京で会社を営んでいて年収は億超えです。私は地方に住んでいて、週1で来てくれます。結婚して子供を産んでほしいと言われますが、私自身そこまで好きじゃないので踏み出せません。私の家庭は裕福ではなく、事情があって、私の名字を背負うことにも同意してくれたり、週末婚だったりで、私の理想ではなります。お金で幸せになりますかはい <laughs> 子供作った後に離婚をすると子供が手に入ってさらに養育費もゲットできますなのでさっさと子供作って離婚してあの子供付き自由しかも金があるっていうことになるので離婚した後にイケメンと再婚するとなぜかお金がもらえるっていう状況であのまあ再婚しないでかあのこっそり彼氏を作るとあの養育費をもらい続けながら彼氏と付き合っていて子育てをしててでもあのお金の心配ないっていうあの万全な状況になるのであのさっさと子供を作るために結婚しちゃってください。 女性の魅力の見せ方って何が大切だと思いますか男性目線で教えてください。見た目恋など生まれつき以外で。あの、素振りとか立ち居振る舞いに結構騙されるんですよね。あと、あの、笑顔の人って割と美人に誤解されがちなんですよ。大体いい笑顔の人って本当の顔がよくわかんないですよね。印象に笑顔がつきすぎちゃって。あの、割と笑顔でいるっていうのを意識してやってみるといいんじゃないですか え、デビューしてもうすぐ6年のアイドルの出来婚ってどう思いますか別に出来ちゃったんならしょうがないんじゃないですか <laughs> アイドルだろうと何だろうとやる子はやるわけじゃないですかアイドルだから恋人がいないとか、アイドルだからそのなんか彼氏彼女がいないとか思い込みたいのはわかるんですけど、残念ながらやっちゃってる人いっぱいいるわけじゃないですか ?AKB のセンターだった指原さんとかも、あのファンとやっちゃいましたっていうのがもう確定事実としてあったわけじゃないですか ?AKB の中でアイドル論とかを語ってる指原さんですらファンとやっちゃったわけで、 なのでもうそういうもんなんだと思うんですよねやっちゃってて今まで否認してたけど否認失敗しましたっていうだけでもう男女ってそういうもんでしょって思った方がいいと思うんすよもしそういうのが嫌だったら二次元の方にファンになるといいんじゃないかなと思いますとはいえね二次元のファンになってもね最近だと VTuber っていうのって中の人ができてたりするんですよね VTuber この子かわいいと思ってたらその中の声優さんとなんか所属事務所の社長ができてるみたいなのがあってまあ VTuber としてはやってないことになってるけど中の声優がやってたらそれはその魂がやってる ことになるからそれはどうなの？みたいなのかってなのでなかなか難しいですよね。まあ、声優もほらあの結局人間なんでやっぱやっちゃうじゃないですか。なんか多分その合成音声でおっさんが作ってるっていう v。vtuber、ね、かネカマの vtuber が多分一番こう不幸にならないと思うんすよね。ネカマのセクシー vtuber の方がいらっしゃるんですけど、あの中身男性なんで男性と致すということが一切起きないんですよ。 なので好きになってもそのあのあ誰かに取られるって経験しないと思うのであネカマのユーチューバーの方を見つけてファンになるといいんじゃないかなと思います、はい。